回目はねクリエイト側が勝ったっていうところでデトネーションがどう変えるかですが、さあ始まりました、ブルーサイドデトネーションゲーミングからスタートですが、アーダンバンに変えてきましたか。そうですね、変えたのでロナバンだったんですけどね、どうしますかねここ。さあそれに対してチームクレート、まあブラックフェザーバンというのがやはり必要だとは思いますね。となるとデトネーションチャーンウォーカーじゃなくてケストリューからピックしてくるかもしれないですね。うん、先ほどチャーンウォーカーを使って、まあ、うまく機能しなかったという状況ありましたからね。相手にケストリューを取られてっていうシーンでしたよね。さあチームクリエイト、ここの番やはりブラックフェザーだとは思うんですけれども、びっくりとボーナスタイムを使っている。ただこれ悩んだ方がいいと思います。ブラックフェザー開けてもいいかもしれないです。なるほど、まあ、ローナなんかでねしっかり対応できるようなピックを選んでいければワンチャンスあるかというところでしょうか。さあブラックフェザー番、ただそれでもやっぱりブラックフェザーダメだと、まあ、非常に強力クリスタルブラックフェザーになるとまた試合の展開も変わってきますからね。ケストレルを取りましたね。そしてアーダンという壁になるキャラクターがいないので、ランスピックライラバンとかがいいかなと思いますね。ここライラ取りづらいですよね。いや相当取りづらいですね。ケストレルに本当蹂躙されるだけになっちゃうので、まあ、動きが相当難しいですよね。そのビビ回しの動きが相当難しいので、まあ、それかライラを取ってフォートレスライラか。ああなるほど。さあチャーンウォーカー、いやチャーンウォーカー取る、ここでチームクリエイトチャーンウォーカーという新たな可能性を見せてくる。どうビビ回しが使ってくるかっていうのは注目だと思いますが、ここのピックどうしますかね。しかもさっきそのケストレルでチャーンウォーカーを押しつぶした試合だったにもかかわらず、はい、チャーンウォーカー取りましたよね。確かにブルーサイドペタルも取りやすいですからね。さあどうするかというところ言ったところですけれども、さあまずはライラバンからの対してデトネーションゲーミングはロナバンだったり、まあ、レザーバンだったり、さあペタルバンですね。ペタルバン、いやこれもいいと思います。ロングレンジキャリーでペタ、ケストレルの上からペタルが叩くっていうのもこれできなくなったので、アダージオくらいですかねケストレル、まあ、あとバロンですね。キャリーペタル、そしてジャングラーペタルもどちらも強力でしたので、ここはバンの選択悪くないですね。ただチャンウォーカーを取ってきたってことはジャングラーに CC が薄いレザーやフォートレスを取る可能性はありますね。やっぱりライラとレザーとかライラとフォートレスって CC 薄すぎてあんまり強くないので、なるほど、チャーンウォーカーに変えてきたっていうところは、まあ、相手から取り上げるってところとそういうところもあるかもしれないですが、まずはボックスで様子見ですか。さあここは安定の形のピックですね。チャーンウォーカーボックスを見せてくるのはチームクリエイト。さあデトネーションゲーミングはあらゆるねジャングラーメレーの可能性が高いと思うんですけれども、それでもレンジに対してもしっかり見られるような構成を選んでいきたいですけれども、まずはキャプテンはランス。ランス、まあ、これはほぼ確定か、キャサリンかランスあたりだったと思うので、まあ、守る構成にしないといけないので、ただやっぱチャンウォーカーがいるってところでフック切りやすいってところを考えるとやっぱりランスの方がいいですよね。さあここのジャングラー、まあ、バティストにするかその他の選択肢というところになりますけれども、バティストはいいですけどボックスに溶かされるかなってところはプレイングでしっかりと警戒していかないといけないので、まあ、確かに不利なマッチアップなのは間違いないですね。一概にバティストをここでポンって取るのも強いわけではないと思います。なのでしっかりと考えたピックが求められると思います、ね、相性はいいものの、まあ、完全にそれに頼り切るような性能でもないというところですかね。さあ最後のこのジャングラーの選択肢、まあ、いろいろありますけれども、アルファとかは面白いかなと思いますけど、なかなか見せてこない形ですけどね、まあ、そうですね、デトネーションあんま取ってくる形はないですけど、まあ、結構アルファは面白いと思いますね。さあどうする、ボーナスタイムじっくり使っての最終ピックですけれども、まあ、幅が広いだけあって、まあ、相手のピックを予想しながらということになりますから、難しいですよねここ。まあ、バティストを選べばメレーに対してもしっかり反応できますが、さあどうする、ボックスに弱くなるっていうデメリットもある。さあしかしここは安定のバティストを選んできましたね。まあもうボックスはしっかりとプレイングで対応するってことでしょうね。さあここの最後の選択肢になりますがジャングラー、いやクリエイトは前から落としていくような構成でも良くなりましたね。これでバティストランスなので、確かにダブルレンジでもそこまできつい構成ではなさそうですよね。だと思います。ケストレルをむしろ上から叩けるようなキャラクターを取ればいいと思います。さあしかし選んだのはライム。さあさっきのお返しですね。さっきバティストを取ったのに対してライムをぶつけて、あの長丁場の、まあ、ライムが輝く時間帯まで持ってったので、じゃあ今度はこっちがライムで長い試合にしてライムの、まあ、戦場に引き込んでやろうって感じだと思いますが、まあ、状況だいぶ違いますけれども、まあ、そのジャングルのマッチアップライムの方が絶対有利だからみたいなところを見せてきますよね。どう考えてもライムの方が有利だと思いますね。さっきの試合もそうでしたけど、
まあ3位序盤からバティスは勝てる要素の方が少ないので、うん、本当に引きながら引きながら延々触られない位置からずっとバット文字を当ててればみたいな話になっちゃうので、でもそれも相当時間かかりますから、まあ、落とされる前に相手も逃げていくってところで、うん、確かに相手を落とす火力もないし、かといってやられる要素もないしっていう両キャリー同士というか両ジャングラー同士の戦いになると思うので、まあ差が出るのはキャプテンになると思います。間違いなくランスとチャーンウォーカーをうまく使いこなした方がいい集団戦を、できるのは間違いないと思うので、まあやはりチャーンウォーカーとそしてライムという相性非常にいい方だと思いますからね。いやめちゃめちゃいいと思いますよ。ペイン引っ張って足止めとか、バルキリースタンの間にチェーン引っ掛けてからのペインでとかトレスパスでとかっていうような、CC チェーンも余裕でできると思いますし、まあ可能性はね、いくらでも探れると思います。CC チェーンはかなり強いと思うのでですね。バティストそしてケストレルも比較的柔らかい構成になっておりますから、うまくそのチャンウォーカーとライムのシナジーが組み合わされればどちらかを一瞬で落とすことも可能というところで、チャンウォーカーそしてランスどちらもねイニシエートしやすいヒーローですけれども、まあ今回は本当にフォーカスが大事だと思いますね。ケストレルに行くのか前から落とすバティストから落とすのかっていう判断を見誤ると、例えばですけどライムだけがケストレルに行ってしまって、まあチャンウォーカーとボックスはバティストからとかってフォーカスしてると、まあライムだけが溶かされて人数有利できてっていう形にもなりかねないので、しっかりフォーカス合わせてケストレルならケストレルでもう3人でケストレルに行くって決めなきゃダメだし、バティストならバティストで3人でバティストから行くって決めないとやっぱり火力的にも足りないと思いますし、いやそうですね、確かにお互いその判断大事ですよね。両チームともそれはそうだと思いますね、うん、ただやっぱりデトネーション側は比較的飛び込む構成よりかは受け止める構成の方が強いので、まだそのフォーカス合わせやすいですよね。チャンウォーカーかライムってところになると思うので、まあ、ボックスが飛び込んできた時っていうのはちょっともうデトネーションとしてはきつい集団戦の形になってると思うので、まあこのフォーカスはかなり大事になるのは間違いないと思います。さあお待たせいたしました、本日の最終試合となりますデトネーションゲーミング VS チームクリエイト試合スタートです。さあ始まりましたブルーサイドデトネーションゲーミング、アンケートの結果は依然デトネーションゲーミングが有利となっておりますが、お互いいちいち先ほどは40分を超えようとしていたような激しい試合となっておりましたから、まだどちらが勝つかわからない状況。さあここで勝った方が優勝に近づくか、それとも入れ替え戦に脱出に近づくかというね運命の一戦となっておりますので、お互いかなり気持ちがね高まっている状況ですが、さあチャンウォーカー見に来ましたけど、これはまあスティールはほぼ無理だと思います。チャンウォーカーというところも考えて今回やってきたが、さあタツキにうまく合っているが、おちょっと怖かった。さあしかし取ったのはデトネーションゲーミングタツキ。さあチャンウォーカーうまくフックを当てれているような印象ですが、まあ、この後の集団戦で当てることが大切ですからね。いやーこれチャンウォーカー前に出ててもデトネーション止められないので、ええ、まあ相当これデトネーション側も何もできないし、まあ、クリエイト側もで何もできない序盤戦にはなると思うので、問題はこのセラフ選手とタツキ選手がジャングルでぶつかり合った時っていうのはちょっと注目ですかね。集団戦というか、まあセラフ選手のそのプレイヤースタイルを考えてもですし、キャラクターの相性を考えてもジャングル入りに行くような動きをすると思うので、もしくは、まあ、そうですね、このキャプテンがしっかりフォローができれば、バティス相手でもしっかり落とすことができそうですからね。まあ、でもそれがないと、まあ、ゆったりとした序盤になると思います。さあソウルプリズン引っかかっている、一気にアクロディーテをフォーカスしていくような形だが、ブーツを使って何とか回避しました。いやブーツインガイシアでソウルプリズン当てを狙いましたね。かなり早い動きになりましたが、なんとか生き残りましたが、ダメージトレードは依然デトネーションゲーミングが有利。いやただセラフ選手いい動きしましたね。これで相手が上にガンク来てる間にしっかりとエルダトレント取ったので、それがでかいと思います。1本返していきましたね。さあこれで現在 1-1 の状況です。さあミストで飛び込むような判断、さあ1つこれはチャンウォーカーフォーカスか。さあしかしソウルプリズンはアクロディーティになっている。さあペインでビビクイズも引っ張られてしまいましたが、ちょっとフォーカスがずれたのがまだになったが、いやケストレルが強い。やはりこの射程の差というところもありますので、押されているとボックス非常に辛い展開です。さあリコールがなかなかできない。さあエックセラフが寄ったことでフォローがしきれるか。リーロイヤルも長期戦は危険だ。引っ張られてしまった、足止めを回ってしまっている。さあソニックズームファーストブラッド獲得したのはチームクリエイト。いやこれはちょっとやりすぎましたし、まあ逆に言うとクリエイトのガンクうまかったですよね。引くように見せてからしっかりとライムブッシュの中しっかり取られてない状況で上がってきて、合わせでしっかりフック当てに行ったという動き非常にうまかったですね。いやペインが良かったですね。これによってライムが届きましたからね。ガンクの合わせ完璧でしたね。さあこれによって3つ目のユダトレントもしっかりとチームクリエイト獲得です。さあここで
まあ、ライムに対して前に出るような動きですが、まあさすがにキルにはどちらも至らないと思います。うん、お互いちょっと火力がって感じですよね。硬さ火力ともに落としきれるようなものは持ってないかなってところですね。さあエルダートレントは獲得されたもののしっかりと、ミニオンは取りましたね。これで少しずつ返しているような印象です。さあしかしファーストブラッド分チームクリエイトが若干有利の形になっておりますが、さあこの後の動きはどうなるでしょう。まあ、チャーンウォーカー非常にね、この序盤もペインだけで十分存在感発揮できるヒーローですからね。さあガイシアでうまくチェーンを剥がしていく。さあエクセラフは裏から来ようとしていましたがバレています。さあこれペインから、うん、しかしギリギリ通常が届かないポジション、うまく距離を保っている。まあでもやりにくいことこの上ないですよね。地味にダメージ食らいますし、引っ張られて立ち位置狂うし、まあしっかり避けていかないといけませんね。さあそしてセラフは初手ジャーニー物、ほう、もう絶対ケストレル捕まえてやろうって強い意志を感じますよね。かなり早いうちからブーツを強化してきましたね。これによってキャッチも容易になってくるか。長いことこのジャーニーブーツがね活躍する時間帯が続くと思いますね。確かに移動速度のアップ、ユーティリティ性能が上がるというところはライムにとってかなり強いですよね。さあ4分30秒超えた時間帯、さあいつブーツインを使っていくか。いやじわりじわりと冬の戦闘当ててますよね。なのでじわじわ削れて、まあフラスコ吐かせることにも成功しますね。さあビーマーシーもだいぶ削れてしまっているが、グリマーショットでは強く、まあ、フラスコもまだあるので、まあ、チャンオカもこれは生き残るでしょう。うん、お互い、まあ、いいダメージトレードを繰り返しているものの、やはり若干デトネーションゲーミングの方が射程の長いテストリを持っている分有利かといったところ。さあ一つ、さあしかし足止めをビークイズをもらっているが、アクロニーでビビロイヤルも殴れている。さらにペインで引っ張られたが、ここはフラスコで回復デトネーションゲーミング。さあしかし先にリコールさせたのはデトネーションゲーミング。さあリコール阻害はならず、さあソウルプリズン、アフロディーテにいいダメージが入っているが、ガイシアはギリギリ届かない場所。グリマショットもよく当てている。いやこれきつい。いやバットモジョもよく当てているが、フラスコがありました。これによってなんとか耐えている。ギリギリ残りましたね。いやあと一発もあっていたら危ない状況でしたけれども、さあ下の戦いは不毛な形ですので、まあ、キルにはならないと思います。さあここで5分30秒超える時間帯、さあエックセラフ強気に奪っていく。ここで2匹獲得です。さあ足止めはもらってしまったものの、まだまだラストヒット取るチャンスはあると。さあジャーニーブーズこのタイミングで使いますか。ブーズまで使いましたね。さあしかしこれは取れずですね。ソウルプイズン、さらにクリスタルセントリーも引っかかっている。逆にタツキはブーツ、さあ一つ、さあ OBA、 いやーこれはキルになりそうだぞ。どうだ、ただ上ではビビ回しが、ビビ回しがかなりビビロイヤルに対してダメージを出している。さあしかしここはバーティストが落としきることに成功。さあこれで1本返していきました。まあ、いい形が作れましたね。無理をした相手をしっかりとブーツイン、怯えで引っ張り込んで倒すと。さあまだまだねキャプテンの存在感、6レベルになってからが本領といったところですから、この後も大きな動きが起こるでしょうね。ペイン、そしてコンバットロールを覚えると、まあ、攻めの手段というのが豊富になりますからね、まあ、そして守りの手段にも豊富になるので、まあ、先ほども大活躍だったこのビビークイズのランス、またしてもいいプレーを見せるかどうかっていうところ注目ですよね。まあ、ブラックエザー以上に一つ当てづらいこのボックスというキャラクターに狙いを定めなければいけないので、さっきより難しくなると思いますが、しっかりボックスをキャッチができれば、あとは後ろからこのケストレルがダメージを重ねるだけで、まあ、十分というようなこともできますよね。さあ7分が経過しようとしています。さあランスに対してかなりハラスをかけれている。さあボックスも触れるような状況、ケストレルがうまくダメージをもらってしまっている、うん、しっかり殴れてますね。さあ E 殺はエックスラフ。さあお互いダメージ取れたらいい勝負だが、まずはミニオンキャンディを使っていく。さあミニオンキャンディ返し、お互い使って、さあソウルプリズン、さあハラスの手段が豊富なデトネーションゲームの方が若干ダメージ取れたら増されるかといったところ。ちょっと引っ張った。さあペインバルキー、さあ直当たりしているものの OBA でフォローされてしまいました。これによってケストレが触れませんでしたね。ナイスフォローすぎますね。今の完璧でしたね。もう前に出たいっていう相手のタイミングドンピシャです、ね、さあグリマショット、アフロディーテといい距離感を保っている。かなりケストレルが強い時間帯を迎えていい立ち位置をしている。さあいい圧力です。さあアフロディーテもかなり苦しそうだ。さあファーストアルト強引におるような動きになるか。しかしミニオンがいません。さあまだ繰り返すかデトネーションゲーム。いやただこれ自利品なのはクリエーション側なので、デトネーションとしてはこれやり続けていいと思いますね。さあ誰かチェーン引っ張れば、
さあしかしソウルプレゼン、これバットモジョ回ってしまうと、さあ再生を図らを得ない。さあしかし X セラフブーツを使って飛び込んでいった。さあこれでビビロイヤルが浮き彫りになっているが、ここで再生の地味。さあここでトレスパス、気絶トレスパスによってなんとかランサーを落としていく。さらにバティストもペインで引っ張ってダブルキル、なんという回収でしょう。しっかりと捕まえ切った。さあ残ったのはビビロイヤル1人。さあ X セラフ裏から来ようとしていましたが、これはバレたので相手のジャングルを奪う形。さあしかしグリマーショットで、さあ長期戦になってしまった。ちょっともったいない動きになりましたね。これで1キルは返されてしまう。んー、まあタレットに行きたいっていう動きがちょっと前に出過ぎましたかね。そうですね、リードを取ろうとした、まあ、気持ちが早まってしまい、ここは1キロ返されてしまう。さあケストレルは順調に武器が出来上がってきてますね。2手目もできて3手目に行っている途中。逆にアフロディーテは防具からしっかり積んでますね。これはいいことだと思います。グリマーショットのダメージを耐えるというところ優先、触れれば、まあ、ある程度の火力で十分というような装備を選んできています。まあ、むしろ今はケストレルを倒すことよりも前から落とすことを考えているようなビルドですよね。ポイズンナイフとブレイキングポイント、まあ、現にランスから落とされる試合展開多いですが、さあここでトレスパス、さあ入ってる、引っかかっている、ビビロやる引っかかっている、バルキリーも決まっている。さあこれで完全に動きが鈍っているが、さあしかし再生の泉間に合っています。なんとか生き残りました。ナイス泉とガイシアで守りましたね。さあこれでキルにはなっていない。トレスパスも使った後ですが、この後どう攻めの手段につなげていくか。さあチェーンフックビビロイヤルに当てればといったところですけれども、そうすれば一つのペインでうまく、そうですね、ジャーニーブーツから飛び込んでもいいですからね。まあ、イニシエートでもできたってところでしたけど、さあ面白いところで待ってますね。さあしかしちょっとバレているかのような動き。さあ X セラフここで入り込む。さあ10分を迎えようとしています。さあここじりじりとしている。まだお互い大きなリードは取っていない現状ですけれども、さあ試合がいつ動くか大きく。いや一気にいいステースインからの仕掛けですが、グリーンはちょっと十分な火力、いや高い。チャンオーカーも柔らかいですからね。さあただトレスパスも上がっているところには注意が必要。さあチェーンフック引っ張られているが、お互い苦し、おっとチェーンフックを苦しぶれブロックしたような形しましたね。さあバルキリー、これはタツキがもらっている、かなりのダメージ入っているが、しかしここで再生。これお互いまたしても引く形になる。さあこれ1必殺ビーマーシー当たっていれば危なかったですが、ここはうまく回避しました。さあしかし状況がいいのはデジェネションゲーミングでしょうか。これでファーストタレットを強引に折るというような動きも考えられます。さあちょっとセラフ選手もこれ頑張って上に戻ってこないとっていう感じです、ね。トルプレゼンその間に1つは反射ブロックで回避。さあ OBA も使っている、強引にファーストタレットを折っていくような動きですが、しかし早い動きが。さあこれは厳しい状況になった、逆に苦しい。さあここはパルスダメージでランスを落としていった。動き早かったですねチームクリエイト。いや一気に反転するっていう判断早かったですね。後ろからチャンウォーカー走り込んできたと同時に前に出ようっていう動きになった判断の速さっていうのがこのキルに繋がったし、さあフック当たっている、トレスパスフィニッシュ、ソロキルのような形で1キル獲得。さらにタツキも落として、ここは 3-0 のエースを獲得したのはチームクリエイトだ。いやカウンターがうまい、そしてこのジャーニーブツ効いてると言っていいんじゃないでしょうかね。一気に下から走り込んで捕まえる動きができた。最近2本目まで降りに行く、ね、立ち位置を完全に相手は、ちょっと狂わされているような状態。さあ一瞬でセカンドタレットを追っていきましたね、チームクリエイト。しかも安全にジャーニーブーツで逃げていくと。いやうまいですね。いやいい形で有利を築けましたね。かなりいい動きが続き、これでアフロディーテかなり装備が整いました。さあバティストエコーだけはちょっと注意ですかね、チームクリエイト側。 CC チェイン、さらにこの OBA もあってしまうとね、チェーンも外れてしまいますからね。そういったところを気をつけていきたい。さあ12分が経とうとしている時間帯ですが、お金差は 2K のリードは取っている。タレット差も2本つけることに成功しました。さあ終盤になるとどうですかね、どちらが強いんでしょうこの構成だと。まあ、ケストリルは火力確実に上がりますよね後半で。キャリー同士で見ると、ただボックスもやっぱり殴れればビルド以上の火力っていうのが思ってるより出るんですよね、ボックスっていうキャラクターは。なので後半どっちが強いっていうのは確実にこっちっていうのは言いづらいかな。さあ一つ当てているがバルキリーは苦しぶる。それでもいいダメージ、ここで OBA。 さあしかし OBA 全て使い切ってしまった。さあ消耗自力品なのはデトネーションゲーミング。おお、いいダメージ入った。やはり X セラフがダメージを出し切っているような形か。さあ強盗レスパス2人入っている。さあタツキが捕まってしまった、これは落とされるでしょう。いやうまく捕まえましたね、これによって1キル獲得。チャーンウォーカー生きてますよね。そしてそのまあ元々の予定だった前から溶かすっていう動きが決まってますよね。まあ、前から溶かしながらも
場合によってはケストレルにっていうのをしっかりとそのフォーカスのチェンジが早いので、うんですね、チャンウォーカーだけじゃなくてラインもしっかりフロントラインを張っているので、まあ、簡単にアフロディーテに手が届かないですよね。それにそのケストレルのダメージもあと触れてるぞ、触れている、さあアフロディーテがこのまま一気に落としていきました。さあミストも発動できない、ビビクリスも落とされる、ここでダブルキル。チームクリエイト勢いのままに金鉱山を獲得してから一瞬で2キルを獲得、お金さ 4K に広げることに成功。いや、そして防具を優先していることもあり、アフロディーテの硬さが目立ちましたよね。ちょっとケストレル今のビルドでは勝てそうもないかなっていう。いや、ケストレル1人の火力はやはり中心になってきますけれども、このボックスどうやって落とすかちょっと苦しそうですね。まあ暴走できるまでちょっときつそうかなっていうのと、あとはまあやっぱりボックスに触られてしまってはきついので、まあケストレルはボックスに触られない位置からグリマショット当てるしかないですよね。さあどうやってビビロイヤルはうまく引きながらというような戦い。いや、ライムチャーンウォーカーがしっかり前で戦線張ってくれてるので、アフロディーテとしてもその自分にフォーカスが来てないのをしっかり確認してから前に出てるなっていう動きになってますし、相当このセラフ選手は、まあ、火力に行くんじゃなくて今回はそのユーティリティ性能から上げてるので、前に出るのも早いし逃げるのも早いしっていう体力管理もやりやすそうに見えますね。さあ14分が経過しようとしています。お金差は4.5K に、差し掛かっている状態ですけれども、さあだいぶ大きなリードを作ってまもなくクラーケン戦を迎えることになります。あとはこのアトラスは注意ですね、アフロディーテ選手は、うん、その間にダメージを出し切られて落とされるっていうのはクリエイトとしてはやっぱり良くない動きになるの です、ね、ケストレルの長所でもありますよね、アトラスが、まあ、効きにくいヒーローだというところ、まあ、そしてランスはアトラスかけやすいですからね、比較的。さあ一人でセントリーやってる。さあこれは悠々と枯れそうです。さあこれで少しずつリードを取っている。さあチームクリエイト、15分になろうという時間帯で 4.5K の貯金を持ってこの時間帯を迎えます。さあここからまあいわゆる中盤の終わりから終盤に入り始めるくらいと言っていいかなと思いますが、まあ、貯金はまあまあいい額つけて折り返し地点を迎えたかなって感じですかね。うん、依然有利な状況は変わりないですからね、このタイミングで触ります。さあただレーンに現れてないことを不審がることもできると思います。デトネーションスピードはあまり速くないですからね。さあただ不審がってるというか気づいている、もう完全にバレてしまっていますが、一視察だけ怖いが、さああとは怯えでしょうか。さあここうまく退けて引っ張っている、ベイトにる。さあこれは集団戦するか、バルキリーは回避。さあしかしエックセラフが触っている、うわオビエは届かず、さあこれによってしっかりクラーケンを解放してきました。オビエでなんとかビビクイズを逃がす動きになりましたが、しっかりファーストクラーケン取りましたね、チームクリエイト。いや今の判断面白かったですよね。アフロディーテが前を見て、そしてチャンウォーカービビマシも前を見て、セラフが一人で奪いに行くという判断非常に面白かったと思いますね。さあそしてあとビビロイヤが浮いてしまっている。さあミストで隠れるものの、さあここはどうだ、ペインで引っ張られてしまっているが、さあソウルプリズンでなんとかフォローすることに成功、生き残っているがアフロディーテが完全フリー。さあビビロイヤルはここはうまく迂回してリコールという形になります。ただちょっとクラーケン戦に来るのに時間がかかってしまいますね。さあしかしエックセラもかなり苦しいぞ、これ帰るか、いややめた、さすがにこれはフリーにはしたくない。3本目を折って帰るっていう判断になりそうですね。うん、荒らせるだけ荒らしてってことになりますよね。さあトレスパスインだ、さあ2人引っかかっている、タツキを捕獲できるか、しかしオビエ、さあアフロディーテはしかし入っていない、かなりのダメージを持っているが、さあここビビロイヤルをグリマーショットで落としきった、さらに外車でビビマーシーどうだ、ウォートレットでなんとか逃げ帰れそうですね。さあこれで1キラ奪われましたが、サードタレットを折ることに成功しました。結果は1本になりますね。さあしかしフォースタレットだいぶ削れましたね。うん、折れはしなかったものの十分な、削れ具合。そしてクイズ、これ落とせるのか、ちょっと怪しいですけどね、うまく一つ回避している。これは無理ですかね。いやまだ行きますか。いやまだ行く、ちょっとやりすぎではないかと思いましたが、さすがにこれは、あ泉まで吐きましたね今。さあ泉まで吐いて、まあ、長期戦のような形になってしまいましたが、まあでもデトネーションとしては十分だと思いますね。しっかりそこの前のところで、まあ、怯え使って相手にダメージも与えて、まあ、あのクラーケンバフも消せていたので、まあ、ある程度 HP そしてエナジー状況いい状況でクラーケン戦迎えて1本で抑えられたので、まだまだこの試合は長く続きそうだなって感じですよね。さあ18分を迎えようという時間帯、依然チームクリエイトが優位のまま迎えておりますが、少しお金さんもね縮まりましたからね、ここからどう戦うか。まあ、ケストレルも防音層が完成して武器ビルドはフルビルドになっているので、まあ、だいぶそのアフロディーテの殴り合いのところでも火力は出るかなって時間帯になると思うので、ですね、バーストも勝ってる分、
まあ、そのワンオンワンのいいポジショニングが保てれば、ボックスに対して勝てますよね。先に殴れればって感じだと思いますね。そして、まあ、できる限りボックスが手が届かせにくい場所で殴りたい。さあ、ソウルプリズン引っかかっているが、しかし一つ決めているものの、ちょっとダメージ焦らない。さあ、引っ張られている BB ロイヤル。ブーツを使って下がるが、しかしビリクイズも使わってる。さらにトレスパスですが、オビエでなんとか返したものの、その間にソニックズームが届いてしまっていた。BB ロイヤルが落ちてしまったら、これは状況的に圧倒的に不利だ。さあ、ソウルプリズンでなんとかアフロディーテのダメージは避けたものの、さあ、ハッシュブロックしっかり見ています。これで足止めが決まってしまう。さあ、ボックスが手が届いてしまったら、これはタツキも落とされてしまうでしょう。これによって2キル。さあ、クラーケンあと10秒で湧きますからね。これは取れますよ、セカンドクラーケン。さあ、狙いに行ってますし、しかも、まあ、クラーケンまだ湧いてないから、1回セントリーをちょっと見に行くような動きをしてますね。いやー、ファーストタレットを狙おうとした矢先、うまいキャッチでしたね。さあ、そろそろクラーケン湧くだろうという感じですが、これちょっとクラーケン無理ですかね。ビビロイヤル湧いてしまうようにも感じますけれども、触ってますか。となるとセントリー取りつつクラーケンも行く。さあ、これはビリクイズでスティールを狙っていかないといけませんけれども、ただ一人じゃちょっときついか。ここは引っ張ってる、まあ、先ほど同様の動きですよね。そうですね、アフロディーテが圧をかけてる間に、まあ、その硬いのでエクセラフがちょっと時間をかけてもそのダメージトレードを大きく削れないという状況。アンチフェーズでサイレンスはかかっていない。さあ、しかし取ったのはライム。ただアフロディーテに対していいダメージが入っている。いやー、これクラーケン不利な形になるぞ。これ右から回るので行きづらいですね。ちょっとビビロイヤルはこれ手出しづらいですよね。さあ、ここでタツキも合流します。対してアフロディーテはさあ、エクセラフもリコールしている。急いで戻ってこないとフリークラーケンになるかもしれない。早めに処理されているぞ。ただこれビビマシとしてはチャーンウォーカー、チェンフックつなぎやすい状況ではあります。さあ、現在引っかかっているのは1人。さあ、ビビクイズのみだ。さあ、ビビクイズが溶かすような動き。さあ、繋がったまんまだぞ。ダメージ叩き出ましている。足止めを決まっている。トレスパスは苦しむれ。ブロックしたが、オビエが決まってしまった。これは完全なフリークラーケンでしょう。これは無理ですね。お金を献上する形になってしまいましたね。ちょっとオビエをやっぱり防げないとって感じですかね、ここから先も。まあ、なかなかシビアなものを求められてはいますけれども。まあ、そうですね、あと2回来るので。ですね。どうにか1回は確実に防いで。確かにそうですね、まあ、追っている状況でオビエ食らってしまうともう追えないですからね。そうですね、今みたいな使い方されるときついので、1回は絶対防ぎたいですかね。2回目はしょうがないとしてって感じですかね。さあ、セカンドクラーケンは完全なフリークラーケンになってしまいました。これでデトネーションゲーミングもお金がある程度揃い、さあ、装備も十分になってきたでしょうか。さあ、しかしダメージがね、もうビビロイヤルしかないですからね、この時間帯ほとんど。まあ、タツキはあんまり OK なダメージは出せるようなビルドではない。期待できないですね。まあ、竜の目でもないので、しかもスタックを貯めたらとかっていう話でもないので、まああんまり火力としては微妙ですよね。ここに来てライムというピックがね、かなり刺さっている印象があります。ケストレルのダメージだけではこの2人を、まあ、落とすというところ、どれだけ生存できるかにかかっていますが、チャンウォーカーというヒーローでしっかりそれをねフォローできていますからね。かなり厳しそうな時間帯になってきましたが、デトネーションゲーミングどういった戦い方で工夫していくか。さあ、ソウルプリズンから方向をかけていく。一つボックス入っているが、あとダメージ合わせられるか。さあ、オビエ1人入っています。かなり完全に浮いているような形だが、しかし逆に囲うような状態になっている。さあ、しかしここはリコールになりますかね。退けています。クラーケンはあと30秒ですから、まだちょっとちょっと無理ですね。おー、セラフはエコーに行く。イーボーバーベストに行こうとしてるかと思ってましたが、エコーは足止めですか。エコーですか。こちらもサポート系のねライムにしましたね。しかもエコーバルキリーでも強いですよね。十分、いや強いですね。スローだけでも十分ですからね。まあ、強スローだけでも決勝に関しては相当きついので、まあエコーバルキリーでも強いし、エコー足止めでも強いし、どっちも強いですよね。さあ、どういった使い方をしてくれるのかも楽しみですが、さあ22分、先に押していくチームクリエイト。そうですね、これは後ろから当たるような形になるか。タレット差があるときは押すのが、まあ、勝ち筋としては定石。いや、そしてこれ見えてるぞ。プレッシャーになっている。さあ、ビビロやる。さあ、ブーツを使っていくが、うまく反応できた。さあ、ここでうまく外車でエクセラフを大きく削っている。オビエはさあ、ボックスが回っている。その間にどうだ。いや、2回目入ってる。2回目入ってる。壁はめ、外車完全に決まった。素晴らしい。これによって1キル、トレスパスクルーシブル。さあ、残ったアフロディーテ、ガイシアが決まっている。素晴らしいガイシアでダブルキル。泉は投げたがって感じですね。これはエースになるか。さあ、どうだ。ビーマーシーの硬さを生かしたいところですけれども、さあ、ソウルプリズなど、さあ、一つうまく避けたものの、左に逃げるとどうしようもない。さあ、ここで 3-0 のエースを獲得しました、デトネーションゲーミング。
ようやく理想の形になりましたね。そうですね、今のオビエは完璧に2回アフロディーテに入ったのが大きかったですね。さあ先ほどの集団戦ですね。さあここうまく回避できたビビロイヤル、さらに外車決まって大きなダメージ、そしてここアフロディーテのみだったのがでかいですね。これいやですね、それによってその、まあ、ダメージがこの外視野エックセラフに、まあ、安心してフォーカスができる状況、素晴らしい外視野でしたね。ビビロイヤルの目の前にお届けされてきましたからね、3人が。そうですね、ダメージが出しやすい場所を作ってあげるというね、素晴らしいキャプテンの動きになりました。これによって 3-0 のエースからサードクラーケン、さあ23分のクラーケン、2本追ってクラーケンいきましたかね。これでエンド1本見えてきましたね。いや見えてきている、どうなる。ただ逆エースを取られると逆にそのままホームに直行されてのエンド1本すらあるですね。お互いこれは慎重になざるを得ない状況ですけれども、さあ24分を迎えようという時間帯。さあエコーのセラフは先ほどは活かせなかったので、そうですね、エコーを積んだがゆえの柔らかさが目立ってしまった展開になりましたが、しかし自分が殴れればね、その硬さも活かせるというような状況ですから、さあライムの勝ち前に工夫していかないといけない。ソウルプレゼン引っかかっている。さあやはりその柔らかさも目立っている。グリマショットでサウタルトをじっくり削っている。さあ体力はまだまだ元気な状態。さあ4分の1、だいぶありますね、だいぶある。さあオビエ苦しめる、しっかり防いでる。さあアトラスの健康もしっかりブロックしています。さあここで飛び込んでいったが、いやアトラスの健康、さあここがかわしてオビエブロックしてる、ブロックしてる。さあこれでバーティストが一気にダメージが入っているが、さあここバルキリーで動きを止めました。ストレスパス、さあしかしビビロイヤル引っかかっていない。さあこれはちょっとエンドイットは無理ですね。逆にステルスで入られてバックドアみたいな形もありえるので、さあゴースタレットまで追って終わりとですね。さあタレットさ逆転しました、デトネーションゲーミング。もう一回集団戦起こりますね。いや激しい戦いです。うまく立ち回りを工夫していますから、さあ一死一殺まで使って削りましたね、5本目を。バックドアは難しそうですが、さあもうこの時間になってくるとどちら勝つかというところがもう予想できない時間帯になってきました。いやだいぶわからないですね。先ほどからない、まあ、いい形でアトラスだったりオビエを防いでいれば、やはりクリエイトの方がこのアフロディーテがいい形を作り出せていましたよね。ただその前のところはがんじがらめにアフロディーテが合っていてダメージを出すキャラクターがいなかったので、一気に、まあ、デトネーション側が押し切ったような形になりましたですね。デトネーションが勝った集団戦、クルーシブルガイシアに吐かせたといったところでしたから、オビエがしっかり決まってましたよね。さあ25分が経過しております。さあもう完全なイーブンな状態、タレットさも、まあ、ほとんどない状況。さあ上を警戒しているこの動きはいい動きだと思います。バックドア警戒、そして奇襲にもなる、からくりはいい判断になりましたね。まあバックドア警戒もありからくりがかなり効いてると思います。ただケストレルカンパにも使えますしね。売ってもう一回買いましたかね、今もう一回買ったものの、まあ、関係ない、まあ、クールダウンは変わらないよとこれで結構忘れがちですよね、 2.9 パッチ。結構未だにブーツだけだと思っちゃいますよね。未だにブーツもやっちゃう人もいますからね。確かにそうです。結構気持ちは分かります。なんかそんな気しますよね、今までの感覚的に。売って買ったらもう一回行って、まあまあまあなっちゃいますよね。普通は今までがそうだった形でしたからね。さあフロリーってずっと待ってますけれども、まあバックドア警戒をしつつ相手が甘えて入ってきたら切るもんね。いやこれちょっとデトネーション気づけてないかもしれないですね。確かに気づいていない。ただ上すぎるとクラーケンも湧いたのでそれはそれで怖いので、エックセラフだけが姿を見せているが、さあミニオンでこれ可視化されたかいや今のはミニオンで見えたと思うので疑われてるとは思います。ただ誘ってるようにも見えますよね、逆に。さあビビクイズだけが、いやーこれ警戒してますね。デトネーションゲーミングも警戒しているが、さあバルキリーンだがここはハンドブロック。さあ奇襲はうまく見なしたような形、一応エコーも使ったのでバルキンまだあります。さあソウルプイズはビビマーシーですね。さあどうする、だいぶチェーンウック繋いでるぞ。いやビビロイヤルも入ってるぞ。さあここオビエはクルーシブル、いやできていないか。いやしかし他の人ただ前から溶けてる。さあミストなども織り交ぜつつ引き切れましたけど、ダメージトレード勝ってるのはチームクリエイト。これはクリーズから溶かした、どうしますかね。クラーケン行くかどうかっていうところが悩みのポイントだが、いや行ってもいいと思いますよ、逆にキャッチもありえるので。さあデトネーションゲーミング、これ取られてしまったら終わりに近い、エンドイットに近いですよね。だいぶきつい、集団戦を強制的に起こさないといけませんからね。さあただ気づいてはいますよね、ただ見えてるんですよね、ここも。さあ上に行ったの分かってる。さあこれは一死一殺を狙うようなポジショニングを選んでいます。さあ怪しいんじゃないか、場所分かっている、早めに打たないといけないが、取ったのはライム、おっとバックドア、狙いはバックドアだ。
ただ気づいた、気づいている。さあこれはリコールさせなければ、アクロディーティをリコールさせなければいい。さあここで飛び込んでいく、どうだ間に合うか。いやーこれどうだ、いやきつい、間に合わない、場所がバレた。アクロディーティも殴られてしまった。しかも下ではセラフが勝ってる。これは決まってしまったか。いや落とした。いやーこれで28分のクラーケンを処理できる人は誰もいない。いや無理だと思います、バティストとランスでは無理ですね。さあこれでまあチームクリエイトのまあクラーケン戦の合流は遅れたものの、ただその大事な大事な、これが例えばバティスが落とされていればまだワンチャンスだったんですけど、ヒストレルがいないと処理しきれるか。まあ頑張ってますけど、まあ処理した後もその強引に、いや3人来るのでですね、むしろこのクラーケンがタレットをこうやってタンクしている間にアフロディーデが殴るだけで余裕で終わりますよね。さあホンサルと一瞬で降りていく、あったアトラスのブロック。さあソウルプリズン、さあバルキリーはこれはさあオビエホームに向かっているが、さあかなりアフロディーテはダメージを回っている。さあこれは落とされても抑えなくもといったところ、あ、まあ、アフロディーテは抑えたものの、しかしクラーケンの体力がまだまだ元気。さあこれバックドアを失敗してしまったデトネーションゲーミング、最後の最後チームクリエイトが一瞬のリコールの隙をついてクラーケン獲得によってそのまま勝利という形。さあここで2対1でなんとかチームクリエイト準決勝進出ということで、入れ替え戦脱出のチャンスをなんとかつなげましたね。なんとか本当に希望をつないだって感じ。